あのここが先ほども話したとおり学園というか魔導院という、はいはいはい、学園のシーンですね、はいはい、ここからまあミッションに出るシーンになりますね。あのワールドマップ出ますって表示です。ここがワールドマップですね。壮大ですね。そうですね。すげえ。ここを探検していく形になります。あれこれはあの当然ワールドマップを歩いてるんですけど、あれいつもと違いますね。なんか今回はアクションのバトルなので、よりスピーディーなバトルを展開されます。うわすごい、アクションなんだ。やっぱり一人一人、あ、これチョコボ乗ってますね。あ、本当だ、かわいい。ありがとう。すごいですね。やっぱ戦闘になると一人一人がこう武器とかがやっぱ違うんで、そうですね、アクションの仕方がやっぱりちょっと違いますね。そうですね、どのキャラクターを選ぶかによって、攻撃方法も違うんですし、危ない危ない、あ、撃たれる、当たれる、今ちょうどキャラを切り替えたところで、まあこれはエイトっていう格闘が得意な、素手で戦ってる、素手で戦ってますよ。これで自由にキャラクターを変えれるってことですね。そうですね、瞬時にキャラクター入れ替えて、うわすごい、あ、本当だ、今変わったところですね。そうですね、でその場面場面によって変えたり、自分の好きなキャラクターに最後にとどめさせたりとかっていう、いろんな遊び方ができるっていう、まあ、14キャラクターいますので、はいはいはい、得意なキャラクターを使いながらも、まあ、ピンチになったら違う武器を持ってるかもしれない。あ、これカード使ってますね。これエースですか。これこれキャラクターがエースで、カードを武器にして、敵を攻撃します。うわすごい。あ、これ敵、ね、これギルガメッシュ。そうですね、ギルガメッシュですね。先ほどのキャラクターはそうでしたね。そうですね、はい、すごいスケールがすごいですね、これ、うん、これはサイスってキャラクターです。